今日のコメント、今日学校でバレーのサーブ失敗して落ち込んでましたが、春勝さんの動画で元気出ました。ありがとうございます。毎日楽しみに見てます。バレーって難しいよね。てかそんぐらいでへこむなよ。いつも動画見てくれてありがとう。どうも春勝です。皆さんアニポケは見ていますか？新シリーズ盛り上がっていますよね。そこで今回は6営業のラプラスは過去のアニポケに出ていたという件について話していきたいと思います。では関係ないけど、チャンネル登録者数が12万7千人突破しました。みんないつもありがとう。まだ登録してない方はぜひ登録お願いします。本当にモチベーションになるのでぜひ登録お願いします。よろしくね。というわけで、よかったら最後まで聞いててください。ハルカットのグッズが出たよ。概要欄のサイトからオンラインで購入可能です。アクキとか缶バッジとかめちゃくちゃ可愛いよね。2、3ヶ月をめどに販売終了しちゃうから、欲しい方はぜひ早めに購入お願いします。6英雄のラプラスは過去のアニポケに出ていた。今放送されているアニポケ新シリーズは、主人公がリゴとロイで、2人はライジングプロテッカーズ組織の中身に加わり旅に出ています。そんなライジングプロテッカーズは現在テラバグスをラクアという場所に届けるため、イニシエの冒険者ルシアスのポケモンである6英雄のポケモンたちを探しているんですが、次の回では6英雄の1匹であるラプラスが登場します。でこの前出ていた6英雄は色違いレッグザ、巨大オリーバ、ガレルの姿のファイヤーと、どれも特別な姿だったことから、残りの3体も特別な姿なのではないかと以前から予想していて、このラプラスに関してはあらすじに光り輝くと書いてあることからテラスタル説、色違い説を予想していたんですが、映像を見た感じ通常のラプラスっぽい姿ですよね。このラプラスだけ何もない通常のラプラスなのか、まあまだラプラスの姿ははっきりと映っていなかったので、テラスタル説、色違い説は全然あるんですが、僕的にやっぱり昨日の動画でも話したように姿は通常だけど何かしら特別な能力を持っている個体なんじゃないかと思います。金曜日に出た最新映像やあらすじを見る限り、歌で導いてくれるラプラスと書いてあったのが特別な感じしませんか？特別な歌を歌うということは、もしかしたら歌によってテラバゴスがテラスタルフォルムに変身したり、もしくは人に影響を与える何かがありそうだなと思います。それか霧の中から導いてくれということは、歌で霧を晴らすとか天候を変えるっていうパターンもありますよね。てか昔宇宙船でテレパシーで会話するラプラスがいたんですよね。この時は歌を歌うのではなく、テレパシーを使って人の言葉を話し会話をしていましたが、もしかしたらこのラプラスがサトシたちの世界線とリコたちの世界線がつながっているとすると、6英雄のラプラスだったという可能性もありますよね。そう考えると結構ワクワクしませんか？次の回、そしてその次の回が楽しみです。あと海の冒険ということで、もしかしたらリコが水着になるシーンとかもあるかもしれませんよね。みんなはこのラプラスどんな答えだと思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じでラプラスはやっぱりある意味特別個体という件についてでした。ちょっとボルスターチャンネルでした。ここさんよろしくお願いします。では次の声、せーの、グッディー。